ドリブル、低いボールを供給、皆川、アンビョンジンから皆川、ツートップの関係性で熊本同点。可能性としては結構ね低いシーンだったんじゃないかなと思うんですけども、はい、サイドに追い込まれながらでも速いクロスを入れてですね、いやアンビョンジュン、はい、強引に突破してそしてクロスを供給、最後ちょっとこうコミュニケーションミスみたいな部分もあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、それ